もお疲れ様でですす皆さんん岸田政権どん詰まりですねいやー看板たる閣僚がどん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 立件されそうですねこれはねやばいですねまあこういう時って大体芸能人の麻薬とかね覚醒剤で逮捕みたいな話題が出てきて私たちの、ね、目をくらますじゃないですか今回も来ましたよ俳優速報杉村セミノスケ誰だこれ 杉村杉蝉之助ほら芸能人がなんか逮捕されたぞこのニュースでもうね政権の話題はぶっ飛ぶぞ誰だこれ全然知らない人だよこんな小物を逮捕するなよ小物ってすいません誰これまあテレビをほとんど私見てないんでわかんないのもしょうがないですけどもすいません誰ですかこれ この人逮捕されてもあんまり <laughs> 影響ないですねすいませんえー、テレビュー福島という小さな枠でちょっと報じられた程度ですねいやーこれ自民党の逮捕劇をぶっ飛ばすほどのネームバリューあれないですねということでねあの何か政権に不利な話題が出てきた時に芸能人の覚醒剤麻薬スキャンダルでそれをねごまかすもみ消す うん、めくらますっていうのは、実はなかったってことじゃないですか、これは。さすがに今回、この村セミノスケさんが、ね今回の、正解騒動を吹き飛ばすほどのネームバリューがあると、私はちょっと思えないんですけどどうでしょうかね。ど、どうでしょうか。うん、どうなんでしょうかね。はい。すいません。それじゃあ、さよなら。